本日はこの方に来ていただいております。中学3年の鈴木凛です。鈴木選手はいつから丸場をやっていますか？小学2年生から丸場を始めました。今までで一番印象に残っていることは何ですか？スペインでの国際大会です。具体的にどういったことを学べましたか？海外でプレーすることで日本の外でのサッカーのレベルを体験することで、その日本に戻った時のその練習の質とかが上がったことです。今どういったことを意識して練習に取り組んでいますか？フットサルで習っていることをしっかりサッカーにも活かせるようにできるようにしてます。ありがとうございました。ありがとうございました。